違うだろうと思います。ただスポーツに対する考え方とか、俺流チャンネル、落合さんは幅広く野球のことを観察されていると思いますが、他のスポーツから野球に通ずる知恵や技術を得たことはあるのでしょうか。あ、これは野球に対する技術とかっていうのは他のスポーツから取り入れたとかっていうことはありません。そのスポーツそのスポーツに特徴があってね、まあ見てて楽しいっていうようなことがあって、それで見ているようなことで野球に取り入れるっていうようなことはまあほとんどないに等しいんじゃないのかなと思います。やってる競技そのものが違うんでね、まあ陸上の走り方と野球の走り方が一緒なのかといえばまた違うだろうし、同じボールを扱うにしても、まあ、ゴルフ止まってるボールを打つのと、動いてくる野球のボールを打つっていうのは違うだろうと思います。ただ、スポーツに対する考え方とか、取り組み方とかっていうのは、その人その人の考え方があってね。まあ、その考え方が自分の競技生活の中で、これは取り入れてもいいんじゃないのか、真似してもいいんじゃないのかなっていうようなことはあるにしても、実際の競技の中でっていうのは、まず取り入れたことはありません。